はようございます。おはようございます。なんと暗い朝ですね。今日は土曜日なんですけど、学校があります。学校でございます。暗いですね。昨日校外学習でクタクタになっちゃったのよ。しえちゃんっていうか、なんか机がめっちゃ汚いんですけど、この辺モザイクかもしれない。モザイクでお願いします。めっちゃ汚いティッシュとか。最近鼻かんでてさ。そうね、風っていうかね、しーちゃんもなんかリミちゃんの風がうつって、ちょっと鼻。多分今ベッドやばいよ。嘘。昨日鼻詰まってしーちゃん。そうだね。捨てなきゃ。うん。リミちゃんこっち来てください。映せないね、そっち。ここ。今ここ立って。はい、リミちゃんです。おはようございます。眠いですね。土曜やだね、土曜学校ね。休みたいぐらい、うん、休みたいね、みんなね。辛いよね、土曜日。いやでも今月あともう一回んだよ、土曜日。ピーなんピエンだよね。ピエンこうやってパオン。リミちゃんもブラシを持ってる。リミちゃんもブラシを持ってなんか溶かすの。じゃあ下行って髪の毛やろうか、リミ。うん、ね、リミ最近やってるんだよ。一人でそうこうやってやってますね。じゃあ結ぼうか、リミ、ね。行ってきます。いらっしゃい。気をつけてね。どうでしたか？お疲れ様でした。お疲れ様。月曜日じゃない、土曜日。土曜日。おお、ずいぶん5回飲めたね。疲れた？くたくた。うん。やばいです。じゃあお昼食べましょう。はい、お昼もまたつきました。はい。今日のお昼は何？めちゃめちゃふくらはぎ痛い。おそば。おそば？そば？食べないよ。はい、お昼でーす。美味しそうじゃない？めちゃめちゃ美味しそう。ダメだよ。コストコで買ったのはそばです。おりみちゃんペコペコだね。暑いからフーフーして。サクロンが興味津々。あれ？あれ？甘いぞ。チュナが暑い。そう、ツナご飯が良かったってね、言うんですよ、おりみちゃん。どう？美味しい？どう？美味しいでしょ？どう？美味しい？いや、知った。これは。はい、ということで、山田電機に来ました。ちょっとね、お買い物していきたいと思います。買ったものはまだお楽しみで、はい、買い物してきたいと思います。もう山田電機って鏡あるよね。めちゃくちゃ鏡ある気がする。じゃあ行ってきます。何これ？食べる牧場ミルク。食べる牧場ミルク、美味しいの？これ美味しいの。へえ。うん、これね、うん、なんかでも最近 リニューアルした。へえ、そうなの？テレビでやってて。うん、いただきます。うん、うまい。
ねこぼした。ちょっと。ね、綺麗じゃない。ママはこれです。ジャンボ。バニラモナカジャンボ。バニラモナカジャンボです。はい、ということで今からね、こちらのマリッジパープルっていうね本を見た漫画を読みたいと思います。こちらね、さっき電気屋さん行ったじゃないですか。その帰りにね、なんか新品のブックオンっていうお店があって、その隣にブックオフがあったんですよ。不思議だったよね。ブックオンとブックオフが並んでて、しかもレジは別だったよね。レジ別ですごいだもん、ね、すごいと思ってブックオンで買ってきました。ブックオンなんてあった？今までなかった。初めてよね、うん、初めて見たというか、うん、買ってきました。はい、ね、そう、1から3巻は読んでて、4巻がね読めてなくて、読みたかったんです、ずっと読みたくて読みたくて、はい、でね、買ってきてしまいました。はい、トリミング行ってすっきりしたね。ねえ。ねえ、うん、すっきりしたの。可愛くなった。可愛い。プロはブラッシング好きだよね。ねえ。ねえ、白もすごい嫌がるよね。嫌がんない白。うん、無抵抗だね、この可愛いな。今日はパパご飯です。リミちゃんもむしゃむしゃ食べてんだけど、お腹ペコペコなの、ね、うまい。念願のツナご飯はどうですか？おいしい。なんちゃん、あ、ごっくんしないと喋れない。うまい、うまい。めっちゃご機嫌です。うまい、うまい、うまいを連発しなきゃ煉獄さんにはない。まだね、もう一品あるんだって。むしゃっと、なんかむしゃむしゃここでうまいぶどうを食べてる子がいますね。うまい。あ、ここにもぶどうをつまみ食いこする子がいる。もうぶどうね、これコストコで買ったやつ、もう最後です。もうこれ最後、うん、もう一回買ってきて。なんでよ。あ、来てよ。ジャガバターだって。バターなくない？うん、ちょっと待って。これから白コロちゃんもなんかクンクン嗅ぎに来た。まだバターつけてないの？うん、これからバターを垂らす。自分でつけるパターンだそうです。いや、バターってさ、熱してさ、トロトロになったのをかけんじゃないの？うん、もうこまねんの。まあ、ジャガーじゃないや。じゃがいもとバターってことだね、ご飯ね。じゃがバターじゃなくて、じゃがいもとバター。なんかシロンが、シロンが、シロン何面だ、何面、うまい。いや、じいちゃんも早く座ったら。そんなとこでぶどうむしゃむしゃ食べてないで、座ってご飯だよ、もう。食べてて。ロリミ食べちゃったよ、ご飯。しほちゃんは納豆。はい、大好きなんです、納豆。ね、納豆大好きだよね。いいこと。これが、あ、卵ね。そうなんです。ママも食べな。うん、ママも食べな。ママが作ったツナの方が美味しい。一緒じゃないんだ、それは。え、何が足りなかった？
知らない。何がまずか、何がダメだったの？多分ね、マヨネーズとね、うん、塩コショウのね、バランスがものは完璧なんだ。どっちの方が偏った？どっちの方が偏った？マヨネーズがほとんどないんじゃない？パパも。あー、確かに。何て書いてた？お、すごい混ぜてます、しおちゃん。こう混ぜるに、すごい。本当さ、あの入れる前にさ、あの混ぜた方がさ、うん、いいって言われるけどさ、うん、私はなんか、こういうの入れてから混ぜた方が好きなんて、なんか色的に好きなの。いろいろな食べ方があるよね、納豆もね。バター溶かした方が美味しいかな。いや、いいんじゃね、別にもう、うん、最悪、一粒こぼした。いい色いつも一粒こぼした、ね、ひどい、そういうのダメでしょ、シロ。もうバタバタな夕食ですけど、ゆっくりじゃ食べたいと思います。ダメでしょ、シロ。かわいいかわいい顔して。かけすぎじゃないの？もう朝すごい寒くて。まあ確かにね。ルルはまだ全然さ、あの暑いぐらいなんだけど。うん、そっか。はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。明日はやっとお休みですね。はい。はい、朝はじゃあちょっとゆっくりしたいと思います。じゃあおやすみなさーい。おやすみなさーい。電気は？いいよ。おやすみ。おやすみ。バイバイ。あ、机の電気がついてる。はい。おやすみ。